ということで告知はじゃあ一番最後に今ちょっと考えてました。残り3分くらいあ、そうです。時間はたっぷりあるんでゆっくり行きましょうね。よろしくお願いします。今日は混んでました。なんかちょっとギリ混んでました。混んでましたね。あ、何今、はい、北中のモーターフェスティバル行ってきました。あ、そうだね。その帰りに昨日今日、はい、どうでした向こうは。あ、お客さんとってもいっぱいで、デコトラもいっぱいあったし、ありましたし、はい、旧車とかもね、展示してて、はいはい、面白かったです。あんまり面白かったんで、時間忘れてぼーっとしてた。そうですか。ぼーっとした。行きたかったんですけどね、うちもね、ね、草刈り頑張ってたんで、行けなくて、はい、去年行きましたよ、でも。面白いですよね、はい、行って、今日も7時までやってるみたいですよ。あ、そうですか。あ、じゃあまだ間に合いますね。はい、時でも帰りに、はい、去年あれだったんですよ、自動ストップする車、はいはい、自動体験みたいな、はいはい、なんか RV みたいな結構大きなやつ、うんうん、やってましたね、はい、あ、今日もやってます。あ、今日もやってます。ちょっと去年初めてあるのって、うん、今日もやってるけどびっくりしましたね。はい、50キロぐらい出してビューって行って止まりましたね。止まったね、うん、おーってまあまあそういういろんなものを体験できるモーターフェスティバル、これは北中の青年部が主催して、はい、北中自連でしたっけ、普天間自連です。普天間自連の方で、はい、開催しているということですので、もしお近くお通りの方はぜひ覗いてみてください。楽しいイベントもいろいろ盛りだくさん、なんかライブとかもね、はい、ライブもミスタートヨタが、はい、ミスタートヨタもやってましたね。やってました。やってました。どうでした？面白かったですよ。ミスってなかったですか？ミスってなかったです。ああ、よかったです。はい、子供たち人気ですごい集まってました。はあ、はあ、ミスタートヨタ読谷中なんですよ。あ、本当は。あ、そうなんですか？はい。職場って会社が宜野湾なんで、たまたま宜野湾宣伝部なんですけど。はい、はい、いつかここで、はい、生ライブすることも。そうですね。なんとか舞台を整えたいと。はい、まあ、そういうことで、ね、青年部いろんな絡みがあっていろんなところでイベント頑張っていますということで、うるま市さんの方もね、はい、今日は実際今からやるイベントの告知も兼ねて遊びに来てもらっているんですが、はい、これはじゃあまた後で最後の3分です。いや、てかもうあと2分ぐらいなんで、まだまだ、はい、ゆっくり、ね、ちょっとね、うん、フリーで、はいはい、ということで中途半端になるので、まあ、これ飾りはですね、FM 読谷がちょうど6周年、はい、先週、はいはい、あ、今月頭ですね迎えたということで、はい、そう、あ、こんな感じで今動画を撮ってまして、あ、これが全世界に流れてますんで、はい、ありがとうございます。流れてるんですか。流れてるんですか。ユーストリーム生中継中でございます。まあね、まあ、そんなそういうことで、はいはい、最近どうですか佐竹さん。あ、自分ですか。ゲストいるのに自分が絶好調ですね。絶好調ですか。はい、おかげさまで、おかげさまで、もう毎日目まぐるしく、たまちゃんには負けますけど、はい、いや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 、はい、大変。そうですね、そういえばなんかね、フェイスブック載ってたやつ、何、何、注文がすごかった、なんだっけ、車屋さん、本田さんからの、本田らしいです。はい、本田、本田圭佑、本田圭佑、本田圭佑から、圭佑から、ケースじゃない。注文が来まして、はい、なんか大感謝祭、うん、その合わせの方がオープンして半年みたいで、それのイベントにおたまのビスケットも一緒に、はい、出してました。本当ですか。はい。そうなの。そうだよ。何屋さんをやってるっていうのをちょっと告知して。あ、はい、うるま市の赤道でビスケット屋さんをやってます。おたまっていう名前のビスケット屋さんをやってます。はい、うるま、あ、違うや。あれ、あ、うるまシティプラザから平川向けに行く途中の左側にあります。はい、あの三重の方からずっとまっすぐ、まっすぐ行ってもらって、ーローソンがあって、ローソンから100メートルぐらい行った左側にあります。
説明長い。俺の紹介できそうにないじゃない。じゃあ CM 負けに CM 負けに CM 負けに。あ、じゃあそこで。で、あのビスケットを焼いて作って売ってます。作って食べて。食べて。食べて。食べたり作ったり。たまにコーヒーも飲んだり。飲んだり。今日はお休み。今日はお休みです。日曜日と月曜日お休みです。はい、わかりました。じゃあまた CM 明けゆっくりいろいろ聞いていきたいと思います。サンディーバルス FM 読谷より生中継中です。はい、というわけでまずは一発目告知の方を行ってみましょうか。はい、映画標的の村無料上映会 in 読谷のお知らせです。基地問題の現実と矛盾を映し出したドキュメンタリー映画標的の村の無料上映会が開催されます。基地とともに生活するのは当たり前ですか？多くの方々に知ってほしい現実がここにある。本日11月9日日曜日、読谷村文化センター中ホールにて、会場午後3時30分、第1部午後4時スタート、第2部夜7時30分上映開始。この現実を背負っていく若者たちの子供たちを育てる子育て世代の方々にこそ、ぜひ見て感じていただきたい。お子様連れの方は託児スペースを設置しております。なお、託児スペースにつきましては、事前に予約が必要となります。以上、映画、標的の村、無料上映会 in 読谷のお知らせでした。はい、告知ありがとうございます。ということで、本日ですね、この FM 読谷のある隣の建物で、標的の村という映画の無料上映会があります。その告知でした。標的の村って聞いたことあります。聞いたことはあるんだけど、はい、映画ですね。沖縄の基地を題材にした、基地と地元のいろんな絡みのドキュメンタリーの映画です。あ、ドキュメンタリー、はい、はい、ということですので、結構これ3回目ぐらいかな、読谷でやるの。前見たんですけど、やっぱりちょっと本当に考えさせられるすごい問題で、今からまた知事選とかいろんな基地絡みの、が争点になっている問題などもありますので、ぜひそれを見てですね、いろいろな将来、これからの将来のことを考える一つになればと思いますので、ぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。はい、というわけでサンディーインパルス、先ほど CM 前のちょっと続きを、ビスケットが美味しいお店です。おいしくてつまみ食いばっかり、つまみ食いばっかりと、あとユンタクばっかりしてあれですか、なんか最近秋口ってことで、なんか季節のものとかも作ったり、はい、したりしなかったり したりしてます11月からですね、はい、期間限定で、はい、
いちじくのビスケットが出てます。おいちじく、うん、はい、すごいあの旨味と甘みがすごいギュッと凝縮した、はい、ふわっとした軽い食感なので、はい、ぜひ食べていただきたいです。あ、じゃあふわっとしてるふわっとしてます、はい、おたまビスケット、おたまビスケット、この秋一番おすすめ のということで、はい、はい、というわけで今日はこの試食をお持ちいただきませんでした。まあラジオなんでね、あのこれは伝えられないので、はい、皆さんあのさっき言ったあのうるまシティプラザから直進のあの直進のおたまビスケット、はい、ということで今日は閉まってるんで明日、明後日ですね。明日も閉まってるんで、火曜日から来てください。はいはい、よろしくお願いしますということで、はい、美味しそうですね。はい、イチジクって、そうですね、一瞬のものを、ね、どんな味だったかなみたいな。うん、なんかレーズンみたいな、プルーンみたいな、うん、そういった系の、うん、はい、味です、はい、これはあるんです、あのなんか季節ごとに、季節ごとにこういう仕入れられる食材で、はい、旬の食材を使って、はい、季節ごとに出してます。おお、うん、いいですね、はい、じゃあ正月には、正月にはお餅ビスケットとか、そうですね、考えときます。やりましょう。お餅ビスケット。お餅ビスケット。ただのおかきになる。大丈夫。もうね、まあ、いろいろ、交互期待ということで、はい。でも本当に、ちょっと、そそられますね。うん、なんか食べてみたいと思いますので、はいはい。今度持ってきます。はい。買ってください。はい。買ってください。あ、ここに売りに来る。売りに来る。OK です。お土産じゃないんです。あ、今日お土産持ってきてます。他の。あ、他のなんか、他の北中のモーターフェスティバルで買ったお土産を持ってきてます。後で食べてください、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで小峰さんは普段は、はい、あ、僕ですか、はい、あ、僕はですね、アピールしていきましょう、はい、はい、そうですね、あの沖縄有機っていうあの、はい、有機肥料会社に おります、はい、そこで、まあ、有機肥料の、まあ、製造をやっている作業員です、うん、はい、私は、はい、でも読谷はね結構やっぱ農業盛んなんで、うん、あ、そうです ねよく、うん、こちらに配達、うん、まあ、まあ僕が配達してるんじゃないんですけど、うん、あのよくこちらに注文があるっていうのは聞いてます、はい、そうですね、はい、農業は知ってるけど多分肥料とかは作ってない、そういう施設もないんで、うんうん、僕らの方が、まあ、製糖工場とか、はい、あの JA さんかな、はい、を通して注文もらってたりとか、うん、JA さんにも卸してる、J さんにも卸してて、うん、はい、まあ、J さん通じて向こうの畑に持って行ってくれとかっていう話が、はい、うん、ありますね。じゃあ読谷の農業はその肥料なしには語れないということで、まあ、そうですね、僕が支えてるとい過言ではないんですけど、はい、いや突っ込んだよ。ただの一作業員なんだ。そうですね、でも本当にね、読谷今本当に農業力入れてて、結構昨日もこの JA の後ろの方で、はい、なんか石拾いイベントみたいなのもやってて、あ、でそれからそこまたその土地にまた何かを新しく植えるって言っててですね、はい、今結構人参すごい力入れてて、スケンジマを越すとかっていう目標で、それはダメです。それはダメです。なんでなんで。その目標にね、やっぱり今すごい力入れてる、目標にしてもらえるのは、ね、やっぱうるま市側としては嬉しいんですけど、超えられるとちょっと有名じゃないですかね、スケンジマの、スケンジマはだいぶ有名で、やっぱそこを目標になんかいろいろ力入れていくみたいなことを言ってたんで、ぜひぜひ、じゃあちょっとね、頑張るんで肥料多めに頑張って肥料増やしておきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、そんなうるま市からうるま市青年部の2人が今日来ていただいてるんですけど、はい、実はこの事業所アピールだけじゃなく、うん、はい、もう一つ大きなアピールを今日したいということで、はい、はい、お越しいただいてます、はい、じゃあそろそろいいですか、そろそろ行っちゃいますが。もうちょっと伸ばす。いや、後でまた言います。じゃあちょっとぜひともあの伝えたいメッセージ、はい、メッセージっていうか、はい、インフォメーションありますのでよろしくお願いします。いい、はい、うるま市商工会青年部主催のフリースタイルマーケットが12月7日、はい、日曜日、はいはい、こちら場所がですね、どこでしょう、ですね、石川の東恩納っていうところにあります、はい、ゴルフレンジ跡なんですけども、はい、うん、
向こうの方の駐車場をお借りして今回やることになっておりますで、はい、あのすぐ隣に、アミックスっていう、はいはい、あのアメリカンスクール、はいはい、インターナショナル学校があるんですけども、うんまあ、そちらの方とも今駐車場貸してもらえるかどうかちょっと交渉中なんですが、はい、今そこで、開催、12月7日日曜日に開催予定となっております、はい、あっちですよね、はい、あの石川バイパス沿いというかあの新しい道あ、はいはい、そうですねの左側の、ね、はい左側ですね、なるほど、はいはい、あ米食堂とか金食堂です、まあ、金食堂金食堂あの並びっていうかそうそう、まあはい、その前の方の駐車場で、はいはい、あじゃあ場所は結構すぐ分かりやすいですね、うん、そうですね、はい、場所は分かりやすいアミックスとかで検索したらすぐ地図も出てくると分かるので、はい、12月7日にフリースタイルマーケット、はい、ということでこれはなんか内容とかもいろいろ内容はですね、はい、あの主体の方はフリーマーケットになってまして、はい、だけどね、あの事業所をやっている方々にもぜひ出してほしいなということで、はいうん、あの要するに商売のプロの方なんのもね、はい、事業所の紹介の場になるようにということであの名前をフリースタイルに変えまして、うん、入り口の方を、まあ、広げた形になってますので、はいまあ、もちろんあの、まあ、こちらのおたまさん、たまちゃんのおたまの方もそうなんですけども、はいうん、出店します、うんおはい、他にもあの自分でカフェを開いている方とか、はいうん、あと多肉植物の、うん高和ガーデンさんか、はいうん、がなどがよくご利用してくれております、はいうん、あじゃあ普通のフリーマーケットではなくこういうどっかお店構えてる方もこういう感じで、はい、あの特別店舗じゃないけどこの日限り出店してくるということで、うん、そうですね結構じゃあ、はい、買い物いろんな買い物もたくさんできる楽しめるっていう、うんはい、そうです本当にフリースタイルな、うんフリーマーケット、はい、ということで、で、はい、あ、そう、はい、でとですね、あの、はい、ふわふわ遊具の方も、お、うん、お借りして、はい、向こうの方でやりたいと思いますので、はいうん、あ、ぜひ、じゃあ子供連れで、ぜひ遊びに来て、はい、いただければと思っております。はい、あ、もちろん出店募集もやりますので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。あ、わかりました。これはじゃあ12月7日日曜日、時間の方は。はいあは朝の9時から、お昼の2時、14時ですね、14時まで、はい、となっておりますので、で、あそっか、はい受付時間の方が、8時とからとなってますので、はいはい、で開催が9時ですね、9時から、はい、分かりました、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ぜひあのフリーマーケット出店したいとか、うちの会社も出たいとかっていう方は、うん、どちらにお問い合わせ、お申し込みをすれば。あはですね、うるま市商工会の方にうるま市商工会の方にじゃあご連絡いただければ、はい、じゃあ今実際に参加を募ってるっていう今状態ですね、はいはい、じゃあ今このラジオをお聞きの皆さんも企業の皆さんもぜひこの機会を利用してうるま進出の足がかりに、はい、そうですねなっていただければ、はいうん、アミクスってことは日曜日だから学校休みじゃないですか。そうですね。お休み になっているので、はい、駐車場の方が空いてると思ったものですから、使えるんで、ぜひスペースの方をちょっとお借りしたいな、はい、お声をおかけしております、はい。そうですね。場所も本当に分かりやすいし、パッと知らない方もすぐ、はい、沖縄市とかも近いんで、ね、インターも近いから、はい、遠くの方ももうぜひ、はい、ぜひ遊びに来てください。ね、そうですね。はい、じゃあ12月7日。フリースタイルマーケット in 東石川ですね東石川ということで in 石川石川ですねはいごめんなさいはいということで、ですね本当に楽しみなイベントが7日に控えてますのではい、はい、ぜひチェックしていただきたいと思いますじゃあそれでは一旦 CM でーす
はい、サンデーインパルス FM 読谷より生中継中です。はい、ということで、先ほどはうるま市商工会青年部のフリースタイルマーケット12月7日のお知らせをいたしました。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、私たちは読谷商工会青年部、ここはうるま市青年部ということで、青年部はですね、市町村を超えてこういう交流もありまして、またいろんな催しもたくさんしてます。そしてその中でですね、実は来週日曜日にこの中部の8つの市町村が集まってチキチキ運動会というものも実はやるんですね。はい、そうです。はい、でもこれはうるまさんもうちも宜野湾も嘉手納も、北中中城北谷が集まって、西原も集まってですね、一堂に会して親子参加ありの、交流大会をやります。で去年も1回やりまして、今回は昨年がですね大好評ということで、そうです、そうでしたね、はい、今回は2回目ということで11月16日日曜日9時から、北中グスクソンあったの潮祭公園というところで中部地区の青年部の交流運動会を行います。よ、はい、そういうこともやりつつ、ね、また12月にはまた忘年会とかね、この前は歓月会もしたりということで、また秋口にはね、この前ウルマも祭り、あ、ウルマ祭り、はい、ちょっとあの時は読谷は何かやってていけなかったんですけど、あ、いい、はい、すごかったみたいで、いつも、いい、はい、去年かな、一昨年かな、行ったんですけど、はい、すごいですね、人すごいですよね。もう本当にまず行って車が全然飛べれなくて、すごい、なんかどっかなんか工場の駐車場見たとこからすごい歩いてきて、着いたら着いたで、もうすごい人も、もううるま中の人が、ね、はい、小学生もみんな集まってって感じで、はいはい、なんかヒープも舞台でなんかやってて、あ、ヒープさん、やってますね、やってました、なんかすごい、余興大会、余興、すごい面白そうだなって思いつつ、はい、青年部のところもなんか煙がすごくて火事かなって思うぐらい、ね、たくさん焼いて、ね、はい、たくさん焼いてました、ね、はい、そんな楽しいイベントも交流っていうか、ね、やってたら遊びに行ってっていう感じでやってます。うるまさんもラジオとかはやってるんでしたっけ。はやってないですね、ですね、今のところ、はい、はい、ぜひやりましょうっては言ってあるんですけど、もう、ね、こっちしょっちゅう来てるから、はい、もう乗っ取られるのぐらいの勢いで、まあ、さりげなく乗っ取ってしまおうかって話はやっていないわけではないんですけど、そうですね、でも今度ね、何かあったらうちもぜひアピールしに行きたいなと思うんですけど、はい、はい、あ、まあそうですね。でもこのラジオを通して石垣の青年部とも交流があって、向こうでも青年部がラジオしてて、あ、でうちに遊びに来たりとかって、でうちの番組に出たりみたいな、あ、向こうはその向こうの委員会で動いてて、でうちのラジオに出たり、トミグスクのラジオに出たり、はいはい、で FM かな、どっかの結構メジャーのところにも出してもらったりみたいな感じで、ラジオ研修でも結構、うん、そうそうそう、回ってました、3、4カ所回ったって、うん、ラジオ沖縄とかそういったところも出してもらったりとか、これもまたね、楽しみの人、うん、そうそう、はい、たまたま沖縄国際映画祭の時に、ね、こう向こうで放送したもんですから、うん、そこに来てもらって、うん、サテライトスタジオじゃないですけど、このバスの中からラジオやって、はいはい、そうですね、まあ、これも、うん、中継状態、ね、そうですね、そうそうそう、青年部だからパッて行ってパッてできるみたいな、そうそうそう、はいはい、っていう、そういうフットワークの軽さが、うん、うちらの売りなんで、はい、そういうねこともできますんで、ぜひ売るまでも、はい、青年部ラジオ番組持ってください、持ちたいと思います、うん、いいですね、はい、というわけでちょっと今持ちたいと思いますちょっと曲です、休憩です、はい、
はい、サンデーインパルス FM ユタより生中継中ですということで、まあ日曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。FM ユタで行われているこの、まあ、各番組ですね、各番組でもいろいろメールなども普段募集していて、はい、まあ、そういうメールもねたまに来たりとかっていうこともありつつ、来なかったりとかもありつつっていうこともありますあるんですけど、もしあの何か先ほどのフリースタイルマーケットも含めて今何か聞きたいなどあればメールでも聞けますので、ぜひ送ってみてください。アドレスの方は fm786@fmyomitan.co.jp fm786@fmyomitan.co.jp で、この番組へ送る際は、番組名のサンデーインパルスを件名に入れて送ってみてください。よろしくお願いします。という方で、実はですねこんなサンデーインパルスにもメールが今届いておりまして、そちらの方をちょっと読んでみたいと思います。ですね、ラジオネームジャガポックルさんよりメールいただいてます。で、青年部の皆様、クルチの森草刈りお疲れ様です。フェイスブックにて爽やかなスマイルで草を刈られている姿見ました。いつもありがとうございます。ということで、今日 の、 あの午前中行われた、はいはい、草刈りのフェイスブック記事を見てくれたんですね、はい、反応してくれたということで、ありがとうございま す、 ありがとうございます。逆にありがとうございます、はい、草刈り頑張ってます。はい、はい、そうですね、結構タイムリーなに載せた写真に反応していただいて、ね、はい、ありがとうございます。お、はい、うちのフェイスブック担当もきっと喜んでいると思いますので、ね、珍しく女性からのメッセージってことで、あ、女性だったんですか、ね、いつもなんかうさ苦しい男性からしか、そうですね、茶化しのなんかこのメッセージしか来ないんですけど、はい、ありがとうございます。ジャガポックルさん、はい、じゃあこれしっかり名前を覚えておきます、はい、またよろしくお願いします、また、はい、本当にありがとうございますという感じで、メールの方もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな感じの、サンディンバルスももう今40分になりましたね。あと残り20分少々ということで、うん、はい、なんか天気がちょっと怪しくなってきてますね。なんか雲が出てきましたね。え、残波ジャム大丈夫ですかね。そうですね、ねえ、うん、今日今あの残波岬で野外イベントやってるんですよ。あ、そうなの。はい、昨日今日結構あの内地からもバンドとか DJ が来たりみたいなっていう、はい、ちょっとマニアックっていうか、はい、好きな人はもう大好きみたいな、はい、なんか結構テレビ CM をやってて、あのまたモンパチフェスとは違うまたちょっと別の、はい、コアなメンバーが来て、うん、結構、はい、盛り上がってるみたいなので、はい、雨の方大丈夫かなと、はい、そうですね、さっきから空が黄色にしか見えないっていう何でですかね。はい、はい、ユーストリーム見てる方はすぐ分かりますけど、はい、黄色にしか見えてないという、はい、そんな FM 読谷からの今日のサンディンバルスなんですけど、先ほど告知していただいたフリーマーケット、はい、佐竹さんも前なんか一度出たとか、はい、出ました。出てですね、残念ながらその時天候が悪くて、はい、1時間ちょっとねしてから雨降ってしまったんですよ。あ、うん、でその次もお誘いあったんですけど、ちょっと都合が合わなくて、はい、うん、出れなかったんですけど、すごいあの、うん、出店も多くて雰囲気も良くてですね、はい、あのすごいあのフリーマーケットというかイベントだなとは本当に思いました、はい、だから出店するのも楽しいと思うんですけど、はい、ぜひ一度はですね、はい、あのその会場の方に足を運んで見てみるのもいいと思いますね。そうですね、はい、読谷からもこうやって車のイベントに参加してるということで、はい、本当にラジオお聞きの皆さん、ぜひあのお申し込みお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。もし詳細について聞きたいときはどちらの方へ申し込み、申し込みはですね、はいはい、うるま市商工会石川支所、はい、ですね、うん、電話番号が964-3104ですね、3104、はい、もう一度お願いします、はい、もう一度言います、はい、964-3104ですね。こちらうるま市商工会 の、 あの石川支所の方になりますね、はい、担当があの白間さんっていう人なんですけど、白間さん、はい、20代の若い女性なんで、ぜひぜひ、はい、ぜひお電話、うん、じ
待ちしております。電話するだけでも、はいはい、価値がある。電話するだけでも価値があります。ありますね、こちらですね、出店台数が100台目指してますので、はい、まだまだあの枠は空いてる。枠はまだまだ空いてるので、はいはい、大募集してます、出店者を。はい、はいはい、そうですね、12月7日ということでまだまだ日程もありますので、はい、あ、お時間もありますので、はい、ぜひあの企業のアピールも兼ねて、兼ねて参加も大丈夫ですので、うん、はい、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、このフリス、これ何回目とかあるんですか？もう、結構回数やってますよ ね、 名前が変わってからは、まだ2回ほどかな、はい、うん、あの実は結構天候の方にあちょっと左右されしすぎて、うん、開催できてないのが何度かあるんですよ、はい、それで今回でやっと2回目か、はい、2回目になりますね、はい、名前変わってから、うん、まあ、その前にあの僕らの先輩方がねフリーマーケットとして結構長らくやってたんですけど、はい、まあ、いいですね、はい、まあ、今回まあどうにか晴れてもらえればと、うん、祈りながら、はい、なるほど、計画を進めておりますので、はい、よろしくお願いします。そうですね、ちょうど読谷からも本当にドライブがてら、うん、ついでに隣に美味しい食堂もありますので、はいはいはい、ぜひ参加していただきたいと思います。またうちの、ね、青年部の方にもまたあの来週定例会があるんで、うん、ぜひ声かけして、はい、あのまた出店業者さんを探していきたいと思いますので、はい、あ、よろしくお願いします、はい、はい、遊びにも行きますんでよろしくお願いします。 CM です。 CM です。最後の10分ですね、うん、な、何いきましょうか。フリートーク、はい、はい、時刻の方は2時46分になりました。 FM みたいよりサンディインパルス生中継中です。はい、というわけで、残す時間もあと10分少々なんですが、はい、この FM 読みたんなんですけど、うん、あの実はですね結構アーティストさんもたくさんいてですね、うん、その FM 読みたんの CD が実は昨日発売されたんですよ。お、うん、で昨日蔦屋よみたん店の方でそのインストアライブなどもやってまして、うんうん、なんかお客さんすごかったみたいですね、はい、あのはい、うん、あの CD ですね 78.6 ということで、はい、全11曲入り11月1日発売で値段の方は1000円ということで、1000円です、はい、1000円でいいんですか？あの FM よみたん の、 あのテーマ曲聞いたことあります？あ、まだ、はいはいはい、じゃあお帰りの際は CD を、はい、お買い求めになってという感じで、まあ、そんな FM みたいな、ね、こういう CD も出したりいろんなアーティストも参加したりということで、うん、すごい盛り上がっているそんな FM みたいから青年部もね、はい、とラジオ番組にさせてもらって、うん、もうちょっと頑張らないといけないですね、はい、もうちょっと、はいはいね、はい、もうちょっとどんどん活用して、ね、そうですね、やっていきたいですね、うん、っていう感じで、あのやっぱりこういう感じでうるまさんが来てねアピールっていう感じもね、うん、こちらも積極的に
もっとちょっと力入れていかないといけないですね。そうですね、はい、もう喋ることたくさんあってもう枠いっぱいなんですけど、はい、もう来たらいつでも喋っていいですから、はい、喋、ね、ることないみたいな感じですけどね、はいはい、ぜひ交流しながらこういった感じでやっていきましょう、はいはい、そうですね、はい、ということで、まあ、そういう交流もね、うん、まあ、このラジオをきっかけにやったり、はい、中部支部の集まりでやったりっていう感じで、うん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 、また合同のね、うん、あのイベントも年明けて2月にやりますんで、はい、そこら辺もまたポスターなど今から制作中なんで、それもまた仕上がり次第内容も含めていろいろ告知していきたいと思いますんで、うん、商工会青年部読谷以外のやっぱ中部の皆さんもこういう感じで積極的に活動してますので、うんうん、ぜひご期待くださいっていう感じのサンディインバルスですなんか趣味っぽい感じだけど嬉しいですよね。この先日 の読谷祭りとかでも、はい、結構いろんなね、商工会嘉手納とかウルマとかいろんな来てました ね、はい、いっぱい来て、まあ、今回も、ね、北中に行ったりとか、はい、そういう交流というか応援しに来たりとか、はい、すごいいいと思います、はい、ね、元気になるというか、そうですね、はいはい、ありがたい、はい、うん、やっぱ行ったり行ったで、ね、やっぱ知り合いもいたりとかっていうものも含めつつ、うん、やっぱ何売ってるんだろうとかね、うん、やっぱその地元の特産品だったり、うん、またそれ以外のね、やっぱり売る工夫っていうか、うん、そういうのもすごい勉強になるんで、はい、はい、またこれは見てパクって、はい、パクってもうちょっと綺麗な言葉を使いましょう。もうちょっと綺麗な、ちょっと盗み見てみたいないいところは、はいはい、勉強しながらそうですね、のもね、うん、すぐできるし、パッと何かってもすぐ聞けるのも、うん、また青年部の中ではありますんで、うんうん、はい、こういうね、はい、電波も有効に使いながら、はい、ということで、うん、じゃあまた12月7日のアピール、はい、もう一度やっときますか、はい、やっときます、はいはいはい、うるま市商工会青年部主催のフリースタイルマーケットが12月7日日曜日、はい、石川で、はい、石川で開催されます、はい、開始時間が朝の9時からお昼の2時までです、はい、で、あ、こちらですね、そういえば出店料が出ます、はい、出店者さんの、あ、なるほどね、うん、はい、すいません言うの忘れてたんですけど、こちら一般が1000円になってますね、うん、はい、で業者さんとかの飲食店出されてる人は2000円になりますね、はい、はい、こちら出店台数が100台を目指しております。まだまだ出店者の方を募集しているので、はい、どんどんお電話お待ちしております。はい、はい、こちらお電話番号が、はい、うるま市商工会の石川支所の方ですね、電話番号が964-3104になってます。はい、はい、もう一度お願いします。もう一度、はい、はい、964-3104になっております。はい、詳細は商工会のホームページとかに載ってたりするんですか？特にまだ載ってはいない、商工会青年部ブログが、今日の夜に発信するので、はい、こちらの方を見てほしいです詳しい内容は、はい、はい、あ、もちろん電話して、ね、聞いてもいい、局の方に聞いてくれても構いませんので、はい、どんどん、はい、あ、それとこの日は伝統神ウルマーもちょっと遊びに来てくれるということで、本当ですか、はい、ウルマーが、あのウルマー、あのウルマーが、おー、はい、楽しみ、はい、じゃあちびっこも、ちびっこも、はい、ぜひ例のウルマーダンスも披露、見れる、完成しております。おー、これも見れたり、はい、一緒に見れる、まあ、かっこいいウルマ歌に乗せて、うん、歌に乗せて、あとウルマーとの握手会と写真撮影会もやりますので、はい、これ何時頃とかあるんですか？こちらの方はまだちょっと時間の設定がまだできてないんで、できてないと、はい、できればもう朝9時からでしたっけ？あ、朝9時から、ね、9時から、はい、はい、行かれてこうウルマも見て、ね、ふわふわ遊具でも遊んで、はい、はいはい、で帰りに隣の金食堂でそばを食べてもらって、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、じゃあもう12月、お玉のビスケットも買ってお土産にして、はい、はい、じゃあもう12月7日の予定はもう決まりですね。決まりですね、決まりですね、これで決まりで、朝から遊びに、はい、家族で遊びに行くということで、行くときはそのフリースタイルマーケットで、はい、寄ってからどっか行ってもらうと、そうですね、はい、はい、じゃあ本当にお楽しみなイベントも待ってますんで、で
我々諸国会青年部もぜひ参加、ね、遊びも含めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、何か他に言い足りない、他にもありますか、あのフリースタイルマーケット以外にも実はみたいな。結構ウルマさんもね、部品がたくさんいて、ね、結構ね、はい、交流っていうかいろんな授業もたくさんしてるみたいで、うん、はい、ありますね、はい、なんかアピールっていうかこんな面白いことやってますよとかもしあれば、はい、急に振られたんですか、はい、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、今の、まあ、チューブのやつでチキチキはさっき話しましたね、はい、そうですねあ、そうですね、あの女性部の方の話 になっちゃうんですけど、あの、はい、チャリティーゴルフが11月23日土曜日にあります、はい、うん、こちらの方も参加できたっけ、うん、誰が、まあまあ、そういう一般の人も、はい、チャリティーゴルフ、まあ、以上また、ね、いろいろとイベントの方も考えていきながら、はい、で、あ、そう、フリースタイルマーケットの方もですね、今回だけではなくてまた2月の方にもちょっと予定もしておりますので、はい、はい、なるほど、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということでいろんな面白い計画を盛りだくさん、盛りだくさん、うるま市商工会青年部、うん、ということで負けてられないですね、読谷も負けないように、そうですね、はい、そういうフリーマーケットみたいなものは久しくやってないんですよね、前やってないですね、もう3年ぐらい前に、うん、こっち下でマルシェ虹色マルシェ、あ、やった以来じゃないですか、ぐらいですよね、うんうん、なんかたまにいいです ね、こういうのもちょっとやってみたいですね、はい、部員紹介も兼ねて、うんうんうん、はい、じゃあ本当に見に行ってちょっとね、ちょっと参考に、はい、やり方を見て、読谷、はい、でもぜひなんか盛り上げの、ね、やっていきたいと思います、はい、思います、はい、そんなこんなで、はい、もう残り時間があっという間に、あっという間な1時間になりましたが、はい、じゃあ12月7日は、はい、フリースタイルマーケット in 石川、ぜひチェックしていただいて、あの遊びに行っていきましょうということで、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、はい、そんなこんなのサンデーインパルスも残り時間わずかですが、何か最後に佐竹さん、もう大丈夫です、はい、大丈夫ですか、もう時間ないので、はい、はい、もう何もないんですけど、はい、みたいな、じゃあ、はい、じゃあおたまビスケットの、はい、いちじく味、いちじく味、ぜひぜひ食べてみてください、はい、このフリス終わった、はい、アウト